ボーカロイドで遊ぼう第2回をご覧いただきましてどうもありがとうございます。講師の小泉です。第2回ではボーカロイドの歌い方、歌唱表現の調整をしてみたいと思います。前回作成したプロジェクトを開いておいてください。また、インスペクターが表示されていることを確認してください。インスペクターが表示されていない場合は、 こちらのインスペクターのボタンを押してインスペクターを表示しておきましょう。ボーカロイドエディターを使用するにあたって覚えていただきたいのがスタイルプリセットという機能です。スタイルプリセットを選ぶだけでボイスバンクの歌い方を変えたり音を変えたりすることができます。このスタイルプリセットという機能を使ってボイスバンクの歌声を少し変えてみましょう。データが入力されているパートを選択しインスペクターを確認します。 インスペクター中段にスタイルプリセットが表示されています。タイプ、カラー、スタイルプリセットの3項目を使って選ぶことができます。目的のスタイルプリセットが決まっている場合は、スタイルプリセットの項目から直接選択をしましょう。決まっていない場合は、タイプ、カラーの項目で絞り込んでからスタイルプリセットを選択しましょう。お好きなスタイルプリセットを選ぶと、ボイスバンクの声が変わっていきます。ここでは、 リードボーカル、リッチと選択し、候補の中からメロディックというスタイルプリセットを選んでみましょう。選択するとボーカロイドエディターが自動的に演算をして声を変えていきます。完成しました。それでは再生してみましょう。いかがだったでしょうかこのようにスタイルプリセットを選ぶことで、 いろいろな歌い方をしてもらうことができます違うスタイルプリセットも選んでみましょうインスペクターのスタイルプリセットで選択を解除します先ほど選択したタイプ、カラーを再度クリックすると選択が解除されます次はロボットっぽい声を選んでみたいと思いますタイプのところからロボティックを選んで次にクリーン最後にショートエコーというスタイルを選んでみましょう変更できました これで再生して聞いてみましょう。ソソこのようにロボティックではかなりロボットっぽい音になっているのがお分かりいただけると思います。スタイルプリセットを使いこなすことで歌い方や音質を簡単に変えることができます。積極的に使ってみましょう。 ロボットっぽいスタイルプリセットを選んでしまったんですが、カエルの合唱で遊んでいくには、ロボットだとちょっとキャラクターが強すぎるので、最初のメロディックというスタイルプリセットに戻しておきましょう。先ほどと同じ方法でメロディックを選べば、スタイルプリセットを変更することができます。戻しておいてください。ボーカロイドエディターを使う上で覚えていただきたい言葉があります。ミュージカルエディターの画面の中、 オレンジ色の線に注目してください。音一つ一つにオレンジ色の線が書いてあります。この線をピッチカーブと呼びます。ピッチカーブは一つの音の中で音の高さがどう変化するかを線で書いたものです。実際の人間が歌った時もピッチカーブがかなり激しく変化します。同じようにボーカロイドエディターが歌に合わせたピッチカーブを導き出し、 音として出してくれているのですが、その変化を視覚的に表したものがピッチカーブになっています。先ほどはスタイルプリセットを使うことで歌全体、パート全体の歌い方を変えるということを体験していただきました。しかし、ボーカロイドエディターでは全体でなく音一つ一つの歌い方を変えるということも可能です。音一つ一つの調整をやってみましょう。 歌を歌うときに、しゃくりという歌い方があります。最初は低い音から入って狙っている音に上げる歌い方。これをしゃくりと言うんですけれども、ボーカロイドロックエディターでも、しゃくりのような歌い方を入力することができます。ミュージカルエディターに戻って、しゃくりを入れたい音を選びます。ドレミファミレドの次のメロディ、ミファソラソファミの最初のミ。ここにしゃくりを入れてみたいと思います。 矢印ツールを選択して最初の「ミの音を選択しましょう続いて「ピッチツール」を選びますピッチツールというのはこちらのツールの中の斜めの線のマークこれがピッチツールです表示が変わって音を画像で表した波形が表示されるようになりましたまた波形の周囲に6つの点が表示されるようになっているのがお分かりいただけると思いますしゃくりを表現するためには 前側にある2つの点。それぞれ前方トランジション、前方ドリフトと呼ばれていますが、この2つの点を使って調整をしていきます。ドリフトとはピッチカーブの揺れを。トランジションはドリフトを開始する位置を調節するパラメーターです。それぞれ最大値である100に設定してみましょう。みー。みー。 調整した音の部分のピッチカーブが変わったのがお分かりいただけると思います。これを再生して聞いてみましょう。聴ファミレドミファソラソファミ聞いていただいてわかる通り、ミの音がミーというしゃくりがついた歌い方に変わりました。しゃくりを入力したことによって歌に少し表情が出てきたことがお分かりいただけると思います。 他の音にもお好みでしゃくりの表現を入れてみてください。音の立ち上がり部分にしゃくりを入力してみました。次は音の終わりの部分にビブラートを入力してみましょう。ビブラートは発音した後にピッチを周期的に揺らして表情を加える歌い方です。ビブラートもボーカロイドで入力できます。やってみましょう。最初のドレミファミレドの最後のどの音。 ここにビブラートをかけてみたいと思います。どの音を選択して、ビブラートツールを選びます。ビブラートツールはピッチツールの隣の波の形になっているマークがビブラートツールです。2つの点と1つの三角が表示されました。ビブラートの深さを60程度まで上げてみましょう。ピッチカーブが波のようになってビブラートが入力されました。この状態で再生をしてみましょう。 どの音にビブラートがかかったのがお分かりいただけたと思いますビブラートを入力する場合は音の長さが長い方がビブラートがよく伝わりますせっかくなのでどの音の長さを少し伸ばしてみましょう音の長さを変えるときは音の終わりの部分にカーソルを乗せますするとカーソルが変化します この状態のままクリックして伸ばすと音の長さを伸ばすことができます <ドー S 1> ミュージカルエディターで言うとマス1つ分の長さを伸ばしてみました現在の設定では1マス分は1 8分の1つまり8分音符1つ分の長さを伸ばしたことになりますこの状態で再生してみましょうドレミファミレドミファミレ ボーカロイドがビブラート付きで歌ってくれましたがいかがだったでしょうか先ほどは深さを調節しましたので次は開始位置を調節してみます。三角マークを前後に動かすとビブラートの開始位置を調節できます。45%にしてみてください。続いてビブラートの周期が早すぎると不自然なので速度を変更してみましょう。現在は50に設定されているんですがこれを 半分ぐらいの25に設定してみてください再生してみましょうまだ少しビブラートが深すぎるかもしれないのでお好みで深さなどを調節してみてください再生してみましょうかなり自然なビブラートになりました同じように他の音にもビブラートを入れてみましょう ミファソラソファミのメロディーの最後のミの音、そして一番最後のドドレレミミファファミレドのメロディーの最後のドにビブラートを入力してみたいと思います。同じようにミの音を選んでビブラートツールで数値を変更してみてください。ビブラートがよくわかるように音の長さも伸ばしておきましょう。ミー。ミー。ミー 一番最後の「ど」の音についても同じように長さを伸ばして「ビブラートツール」の数値を変更していきましょう2つの点と三角のマークを使ってパラメータを調節することもできますが右に表示されている「インスペクター」の中の「ビブラート」の項目を使って直接数字を入力することもできます「ドについては速度を10深さを70 開始位置を60に設定してみたいと思います。入力できたので最初から再生して聞いてみましょう。ソソかなり人間っぽくなりました。シャクリア。 ビブラートを歌唱表現と言いますが、歌唱表現が入力されたことで、歌に聞き応えが出てきました。ボーカロイドではこのように音一つ一つを選んだり、歌全体を選んだりして、歌い方を変えていくことができます。自分のイメージに沿って、ボーカリストに指示を与えるようなイメージで、ボイスバンクに歌わせていく。これがボーカロイドの打ち込みの面白さ、そして醍醐味ではないかなと思います。 皆さんもボーカロイドのボイスバンクに歌わせる楽しさぜひ体験してみてください次の動画ではこの動画で作ったボーカルのパートを複製してハーモニーのパートを作ってみます人間の場合はハーモニーハモリのパートを録音するためには高い歌唱技術が必要になりますしかしボーカロイドではどなたでもハーモニーを作る楽しさを体験していただくことができますぜひ次の動画もご覧ください それではまたお会いしましょう。